ウォラストン湖ウォラストン湖はカナダのサスカチュアン州北部にある湖。プリンスアルバートからは北東に 550km に位置する。面積は2286平方キロメートルで、島を含めると2681平方キロメートルとなる。ウォラストン湖からは2方向に水が流れ出しており、自然にそうなっている湖としては世界最大である。北西へは フォンデュラク川が流れ出しアサバスカ湖へ注ぐ。最終的にはマッケンジー川を経て北極海へ至る。北東へは国連川が流れ出しレインディア湖へ注ぐ。最終的にはチャーチル川を経てハドソン湾へ至る。主要な流入河川は南西から流れ込むゲーキー川である。ウォラストン湖は全体が州内にある湖ではサスカチワン州で最大である。 ただし、アサバスカ湖や、レーンディア湖のサスカチュアン州部分の方が、ウォラストン湖より大きい。サミュエル・ハーンは1770年にこの湖のことを聞き、ディビット・トンプソンは1796年にに、方向への流出について、おそらく他に、世界で、類のないものと記している。1807年にピーター・フィドラーにより、ジョージ・ハイド・ウォラストンにちなんで命名された。 湖周辺の唯一の集落は、ウォラストンレークである。湖へのアクセスには、ウォラストンレーク空港及び、サスカチュワン州道905号線がある。この道路は、湖の西側を通っており、一方ウォラストンレークは東側にある。11月から6月は、湖が凍っているため、そこを通って移動できる。それ以外の季節は、船で渡ることができる。ラビット湖。 ウラン鉱山からの処理済み排水が、ボラストンコ南西のヒドゥン湾へ流されている。ありがとうございます。